皆さんどうもこんにちは。かけめるソニーズウィルアプリに潜入しちゃってきたなと思います。本日はですね、2月11日からやってきたアジア人投票 FP レベマ比較やっていきたいなと思っております。今までリーグ単位で来てたのにいきなりアジア人選手ということで、なかなか変化球的なガチャにはなってるんですけど、まあ日本人にとっては嬉しいガチャですよね。まあ CS ガチャと同じくですね、8名搭載なので、この動画1本で駆け抜けていきたいなと思っております。ということで、いつも通りですね、僕の特段電源ではあるんですけど、 S から C までのガチャでいきたいなと思います。あくまでゲーム内での評価っていうのを理解していただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、B 評価、ヨウ・イェン選手ですね。はい、強化度見てください。もう6か9しかないっていうね、目がチカチカしてきたし、これ視力検査かなって思い始めてきたんですけど、はい、全体のバランスがですね、すごくいいプレイメーカーで、ワンパの追加なんかは熱いんですけど、圧倒的に高い能力じゃないのと、まあ、公安読んだのも含めて、まあ、ちょっと厳しいですかね。まあ、ガチスカクラスとはヨウ・イェンって感じですかね。はい、僕も何言ってるかわかりません。はい、次はですね、同じく B 評価、ウーレイ選手ですね。なんかアイコンの違和感がすごいんですけど、はい、スピードトップ強化でスピード98、素晴らしいですよね。まあウィングストライカーらしいですし、あとはですね、ワンパ持ちなんかは結構珍しかったりするんですが、まあこちらもノーロッチの底上げもうちょっと惜しかったですかね。まあガチスカでの起用はあんまりないんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 B 評価、ムアンタ選手ですね。個人的にこのガチャで一番希少性高いし、注目ので言うと僕ナンバーワンって感じだと思ってるんですけど、まあ18歳と非常に若く、育成はですね鬼のように大変なんですけど、バチバチに強化されてますし、はい、見ていただきたいのがですね、プレイスタイルデコイランにスーパーサブ持ちなんですよね。まあこれで言うとミラーなんかいますけど、なかなかいないタイプなので、相当珍しいんじゃないかなと思っております。でさらにですね、スペシウムもほぼカンストの、決定力も90乗るなど、能力値はですねスパサブコールすれば十分やれるんじゃないかなと思っております。まあただね、コンディションアンテナ4っていうところと、ライブアップデートもですね基本 B 以上にならないので、そう考えるとなかなか使える機会が限られてくるんじゃないかなと思っております。まあただ希少性は間違いなく S 評価クラスですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからですね、評価、まずは冨安選手ですね。はい、ボローネから冨安さん登場ということで、スピードトップ強化で全体が2、3上がり。てかね、冷静に能力値見ていただきたいんですけど、結構強いんですよね。まあ、日本人忖度抜きでも十分やれそうかなと思ってて、まあ、DS 能力はですね、もうちょっとあれば激アツだったんですけど、フィジコンもですね、92ありますし、何よりですね、スピードがめっちゃ良いんですよね。スピード89に瞬発力82ありますので、まあ、公安6なんかも考慮すると、普通にですね、実用性あるんじゃないかなと思います。まあ、逆足43とかもセンターバックとしては珍しいですよね。まあ、ライブアップデートはですね、さすがに B 以上欲しいですけど、当てておいてマジで損はない選手ですし、来年の能力アップとかもめっちゃ楽しみですよね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく A 評価、久保選手ですね。来ましたね。日本人なら S 評価間違いなく大当たりだと思うんですけど、相変わらずのですね、爆裂強化で圧巻のドリブル数値、さらにですね、瞬発やボリコン、キック力が90超えと、圧倒的にですね、高い数値が多いんですよね。まあ、通常版をですね、僕、比較系 FC でよく使ってるんですけど、めちゃめちゃドリブルしやすいですね。ドリブルめちゃくちゃ下手な僕が使いやすいと思うので、おそらくみんなが使えばもっと使いやすいんじゃないかなと思っております。で、スキルもですね、まあ、軸足当てがちょっと邪魔なんですけど、ダブルタッチ、ワンパスルパといいスキル多いですし、追加枠余ってますので、ここにですね、まあ、スーパーサブとかつけられたら相当熱いんじゃないかなと思っております。まあ、もうちょっと決定力とかフィジカルがあったらより使いやすかったと思いますね。で、ちょっと気になるのはライブアップデートで、ちょっと D 以下の比率多いんですよね。まあ、もちろんですね、ヘタフェに移籍したことで今後どうなっていくかっていうのはまた変わると思うんですけど、はい、このあたりは不安要素の一つなんじゃないかなと思っております。で、プレイスタイルで比較するとこんな感じで、最高峰のチャンスメーカーとがっつり比較していました。やっぱりですね、得点能力周りはちょっと見劣りするんですけど、まあ、スピードからアグレッシブネスまでのレベルの高さ素晴らしいですし、特にですね、キック力、ボディコンあたりは、このメンツの中でも堂々のトップ数値なので、うん、素晴らしい数値結構多いなって思いましたね。はい、で、以前の久保選手と比較すると、前回からですね、能力も変わったし、所属チームも変わってるということで、まあ、決定力以外上がってますので、乗り換え安定なのかなと思います。ということで、次行きましょう。はい、A 評価最後はですね、南野選手ですね。まあ、こちらもね、まあ、日本人なら S 評価クラスだと思うんですけど、先日ですね、サウサンプトンへ移籍したんですけど、今回はですね、移籍の反映間に合わず、リバプールでの搭載になりました。はい、グラッパープラス7を筆頭にめちゃくちゃ強化されていて、ボールキープとボディコンが95超えと大台突破しましたね。まあ、能力、スキルともにかなり優秀で、ドリブルはもちろんなんですけど、スピードや得点能力も普通に高くて、さらにフィジカルもついに80突破ということで、基本的にすごく安定した能力値ですよね。で、あと、南野選手に関して僕何が一番いいかって、スキルだと思ってて、個人的に2列目としては完成度100点に近いスキル構成だと思うんですよね。はい、ワンパスルパにシュート系、ダブルタッチ、チェイシングまでありますので、このあたり本当にいいスキルだなって思ってますね。まあ、新天地で試合にバンバン出て、ライブアップデート上向いてくれれば、マジでガチスカ全然あるんじゃないかなと思っております。まあ、適性も広いので、いろんなところで使えるんですけど、僕は無難に OMF で使うことが多いですかね。
ね、 AI も本当に優秀でかなり使いやすいので僕はすごくおすすめしたい選手ですね。はい、で以前のミノミノと比較すると前回がですね金玉だったということもあって全体的に強化されてますね。はい、これはちょっと毎週エージェント進化させたいですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね A プラ評価の2人ということで、まずはソン・フンミン選手ですね。まあこのガチャの大当たり2トップの一角なんですけど、はい、今回瞬発4上がりでスピシュンともに95突破して、パス、ドリブル、シュート何でもできるタイプですよね。で特にインサイドレシーバーの中でもオフェンスセンスや決定力が非常に高いのがソン・フンミンの特徴なんじゃないかなと思っております。でスキル面もかなり優秀でダブルタッチミドル持ちなので、まあダブルタッチからのえげつないミドルシュートなんかも狙えるんじゃないかなと思っております。であとはですね、ソン・フンミンは2月の中型アップデートで強化も入ってますので、まあ被っても最悪乗り換えというか過去最強っていうのは一ついいポイントなのかなと思っております。インレシー化したサイドでの起用が無難だと思うんですけど、無印のセンターフォワードとかセカンドトップ、この辺りの起用もハマると思いますので、ぜひいろいろ試していただきたいなと思います。であとはですね、ケイン同様ライブアップデートも相当いい部類なので、この辺りも考慮すると間違いなく大当たりなんじゃないかなと思っております。でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、やっぱ強いっすね。得点能力やスピード面が圧巻で、グリーンウッドも強いんですけど、スペシュンとかがですねやっぱり1段階レベル違うなと思いますし、大きな穴もなくて唯一の公安6なども含めて、まあこのタイプなら間違いなく最高峰なんじゃないかなと思っております。で以前のソン・フンミンと比較すると、まあ中型アップデートの影響もあり過去最強ということで、はい、基本的に乗り換える一択なんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、本日最後はですねアズムン選手ですね。はい、日本人には思い出深い選手だと思うんですけど、この選手マジで鬼有能ですね。しかもですね今回ボディコントップ強化ということで、これはね絶対強いやつですね。はい、フィジカルも兼ね備えた万能ラインブレーカーで、しかもですねスピシュンも共に95迫る勢いということで、結構ですねフィジカル高いラインブレーカーだと意外とスピード低かったりするんですけど、どちらもトップクラスに高いのがアズムンの大きな差別化要素というか、まあかなり重宝される理由ですよね。まあスキルもですねワンパワンシューなど揃いつつ、追加枠がですね一つ空いてますので、これはねいけるならマジでスパサブつけてほしい。まあ全体的なバランスがいいのでスパサブとの相性が抜群っていうのと、あとスタミナがちょっと低いのでスーパーサブつけられると相当いいんですよね。はい、まあダブルタッチスルーパーあたりも割と当たりですけど、やっぱアズムンはスパサブこれになるんじゃないかなと思っております。でプレイスタイル、まあフィジカル強めのワンパ持ちライブレで比較してみたんですけど、このメンツでもですねさっき言ったようにスピードがかなり高いのと、フィジコンとボディコンの総合力は間違いなくトップなんですよね。はい、このあたり考えるとマジで強いし、何回も言うんですけどやっぱスパサブつけてえなっていうの思い始めましたね。はい、で以前のアズムンと比較すると、まあ前回が習慣なこともあり、さすがにですね前回持ってれば乗り換えなくて OK だと思いますので、これ見ると前回の習慣アズムンめっちゃ欲しかったなって思いますね。ということで今回動画以上で終わっていきたいなと思っております。まあなかなかねガチスカ級選手っていうと少ないかもしれないですけど、日本人ってこと考えるとかなりですね魅力的なガチャであると思いますので、引いてみてもいいんじゃないかなと思います。いいな、参考だったなと思ったらぜひチャンネル登録高評価で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。いやー、この後の生配信鬼畜すぎて気持ちいい。